皆さんどうもこんにちは。本要約チャンネルのりょうです。最近の高齢者は本当にお元気な方が増えている、そういった話を聞く機会が増えましたよね。自分の周りの人を見ても、あの人が50歳とか60歳なのに元気な人だねなどと言われている人が多いように思えます。実際に最近の科学データを分析したところ、現在の高齢者は10年前と比べ5歳から10歳若返っていることが分かっているんです。人生100年時代と言われますが、特に現在50歳から60歳前後の皆さんは十分に100年ライフを目指せる環境にあるんです。そんな中、今後ますます重要になっていくのが健康寿命です。長くなる高齢期の健康寿命をいかに伸ばし健やかに生きていくか。単純に寿命が伸びても意味がないんです。健康寿命を伸ばすためにはライフサイエンスの正しい知識の習得と将来を見据えた早くからの健康管理の取り組み、この2つが欠かせません。そこで本日は日本を代表する様々な専門家への取材をもとに、現代老化研究の最先端の取り組みと成果をまとめた、まさに100年ライフのサイエンスが書いてある本、老化はこうして制御する100年ライフのサイエンスをご紹介いたします。こういった情報に関しては知識として知っておくだけではなく、実際に行動してこそ意味があります。ぜひ本日の動画を見て、そして本書を手に取って自分自身の生活に活かしていただけたらと思います。本日紹介する内容は以下の3つです。第1章、現代アンチエイジングの知識。第2章、あなたが知らない老化防止策。第3章、カロリー制限、断食は日本人に必要なのか。どれも非常に参考になる内容になっています。ぜひ最後まで楽しんでみていってください。それでは早速参りましょう。第1章、現代アンチエイジングの知識。現代のエイジングでまず知っておいていただきたいのが、長寿トレンドの進行と老化研究の加速なんですね。最近 YouTube でもホリエモンさんが老化研究の動画を配信するなど、老化研究はとてもホットな分野と言っていいでしょう。老化に関しては様々なことが分かってきており、その情報に触れる機会もこれまで以上に増えてくることが予想されます。そのような新しい情報と出会った時に持っておくべき心構えが3つあります。1つ目は、まず自分で実行できる方法を探してみること。特に注目しておいていただきたいのが食、運動、睡眠についてです。例えば腰痛の患者さんに対し湿布で治そうとすることが多いものなんですが、本当は運動を処方する方が有効かもしれません。老化の制御において運動の重要性に言い過ぎはないんです。2つ目は、通常の運動や栄養で補えないような薬やサプリメントにも注目していただきたいということです。医療のあり方が治す医療から治し支える医療へと変わりつつあるんです。そのサポート役として新たな商品サービスの開発が進められています。サプリメントなんてうさんくさいとか気休めに過ぎないと思っている人が今でもいるんですが、実際に効果があるものも多数存在するんです。3つ目は、かつて常識だと言われていたことが常識でなくなる可能性があるということを知ることです。新しい研究によって分かってきたことは、私たちがこれまで常識で考えていたことと全く違うということがよくあるんです。その時に拒絶するのではなく、知識をアップデートするつもりで吸収していきましょう。さて話を進めましょう。ここ数年、人生100年時代という言葉よく耳にしますよね。きっかけとなったのはイギリスの学者によって書かれた書籍、ライフシフトが世界的なベストセラーになったことなんですね。2016年に日本でも発刊された同書で紹介された研究によれば、2007年にアメリカやカナダ、イタリア、フランスで生まれた子供の 50% は少なくとも104歳まで生きる見通しである。日本の子供に至ってはなんと107歳まで生きる確率が 50% あるとされ、100年ライフを現実として捉える機運が高まりました。とはいえ、2019年の平均寿命は男性で約81歳、女性は約87歳と、2005年から男性が3歳、女性が2歳伸びてはいるものの、100歳にはまだ遠い。人生はやはり80年から90年程度で、100年は難しいのではと思う人もいるかもしれません。しかし、これをある年齢の人があと何年生きるかという平均余命で見ると違った風景に出会います。
例えば同年の65歳の平均余命は男性で約20年、女性で約25年なんですね。65歳の男性の2人に1人は85歳、65歳の女性の2人に1人はすでに90歳程度まで生きているということになるんです。さらに日本人の高齢者は体力的に若返っているというデータもあります。例えば2017年の85歳以上の歩く速さは男性が1992年の75歳相当、女性は65歳相当というデータがあります。つまりこの25年間で日本人は男性が10歳、女性は20歳ほど若返ったと見ることができるんです。見た目だけでなく体力的にも若い高齢者が増えているんですね。高齢者の若返りは身体機能、健康状態、知的能力にまで及んでおり、不老不死とはいきませんが、実際に老いというのは年々遠のいていっているんです。年だから仕方がないと諦めるのはやめにしましょう。体力や記憶力の低下を感じ、こう思った経験は誰にでもあります。しかし、これは必ずしも正しくはないんです。加齢は人が生まれてから死ぬまでの時間的経過を指すのに対し、老化は加齢によって起こる生理機能の低下を指します。時間の速度は一定ですが、老化は遺伝要素や生活環境などが複雑に絡み合って進んでいき、その速度は人によって異なるんです。つまり自ら働きかけを行うことで老化は制御、コントロールできる可能性があるということなんですね。また遺伝だから仕方がないと諦めるのもやめましょう。いざ老化と向き合うとこう考える人も多いんです。しかしこれも正確ではありません。老化と遺伝には密接な関係はあるんですが、老化は遺伝だけで決まるものではないんです。デンマークの一卵性双生児と二卵性双生児の寿命の比較研究では老化に対する遺伝子の寄与率を約 25% と推定しています。この数字は残りの約 75% が後天的な生活環境要因などが占めているよということを示しています。例えば食べ方だったり活動レベルを変えるといった生活習慣の改善によって臓器の老化を抑え、老化リスクを抑えることができるんです。つまり老化は後天的に制御、変えることが可能なんです。本日の動画でその方法論をしっかりと学び実践して人生100年時代を太く長く生きていきましょう。第1章をまとめましょう。ポイント1、2007年に生まれた日本の子供は107歳まで生きる確率が 50% ある。ポイント2、この25年間で体力的に日本人は男性は10歳、女性は20歳ほど若返っている。ポイント3、生活習慣の改善によって臓器の老化を抑え、老化リスクを抑えることができる。ぜひ老化はすでに食い止めることができる病なんだという意識を持ち、ここから先の実践方法に入っていきましょう。第2章、あなたが知らない老化防止策。さて第2章ではあなたが知らない老化防止策として、健康意識が高い人が当たり前に知っているような運動、カロリー制限、断食などを省いて、新しい、なおかつ今の日本ですぐに実践できると思える老化防止策について説明していきたいと思います。老化防止関係の動画や健康関連の動画を見るのが初めてで、まだ何も分かっていないよという方は、ぜひ私たちのチャンネルを含め他の本ようやくチャンネルさんの動画でも健康系の動画が多数見つかると思いますので、今回の動画と合わせてそちらもご覧いただき、知識をまんべんなく頭に入れてほしいと思います。本日は実用的かつ新しい老化防止策を3つご紹介させていただきたいと思います。まず一つ目の方法なんですが、これは非常に簡単でもあり難しくもある方法です。それは幸せに笑顔で生きること。実は幸福度と寿命は密接な関係にあることが分かっているんです。2011年科学雑誌サイエンスに幸せな人は長生きするという記事が発表され、幸福度が寿命にポジティブな効果をもたらすことが大きな話題となりました。記事では次の相関が報告されました。人生を幸せに感じている人はそうでない人に比べて 14% 長生きである。先進国において幸せな人は 7.5 年から10年寿命が長い。同じ環境で暮らす2層であっても、修道院に入所した時に幸せだと感じていた2層の寿命は 93.5 歳だったが、あまり幸せだと感じていなかった2層の寿命は 86.6 歳だった。2018年に発表されたシンガポールの研究でも、
幸福スコアが最も高い人は最も低い人たちよりも死亡リスクが 19% 低いと報告されたんです。笑うと免疫力が高まるという研究についてはご存知の人も多いと思います。漫才を見て笑うことで2型糖尿病患者の食後血糖値の上昇が抑えられたという報告もあります。これは笑うことによってポジティブな感情が神経内分泌系に作用し血糖値上昇を抑制した可能性があると言われています。積極的に笑いのある会話の機会を持つ、お笑い番組を見るということだけでも寿命は伸びるのかもしれません。また不安や恐怖、悲しみといったネガティブな感情は血糖値を上昇させる要因となることも分かっています。こういったネガティブな感情というのはストレスがかかる出来事に反応してしまう自分の心に原因がある場合も多いので、以前紹介させていただきました反応しない練習でも扱っていますが、日頃の悩みを増やさない、ネガティブな感情を増やさないためのポイントとして無駄な反応をしないということを心がけていきましょう。自分の感情を客観視するトレーニングを積み、ネガティブな感情をなるべく捨てるようにする。それだけでストレスを抑えることができます。二つ目の老化防止の方法は、日本人が取らないサプリメント、ビタミン D です。皆さんは不足しがちな栄養成分をサプリメントで補うことに積極的なアメリカ人が一番購入しているサプリメントは何か知っていますか？先にネタバレをしてしまっているのでわかるかもしれませんが、それがビタミン D なんです。アメリカ人約1万人に2019年の1年間に購入したサプリメントを調査したところ、圧倒的な1位となったのがこのビタミン D だったんですね。ちなみに2位がマグネシウムで、3位がオメガ3脂肪酸でした。2位のマグネシウムはストレスによって減ってしまうミネラルで、2型糖尿病や心血管疾患のリスク抑制に関する研究結果が数多く発表されています。3位は魚の油の成分であるオメガ3脂肪酸、中性脂肪値の低下や認知機能改善などに役立つ脂質成分として注目されています。この上位3つの成分は不足がもたらすリスクやサプリメント摂取による効果に関する一試験結果の公開数が増えてきたことで認知度が高まり、市場が大きくなってきているんです。日本ではまだあまり使用者は多くありませんが、それでも意識が高い健康オタクの間ではビタミン D のサプリメントは必須のものとなっています。ビタミン D は感染症、がん、糖尿病など不足が続くと健康寿命を阻害するリスクに広く関わる栄養素であるにもかかわらず不足しがちなビタミンなんですね。ビタミン D は油に溶ける性質を持つビタミンで、腸管からのカルシウム吸収を促し骨の健康維持にも働きます。欠乏するとくる病や骨軟化症など骨が弱く脆くなる病気が起こってしまうんです。ビタミンという名前ではあるんですが、実際にはステロイドホルモンの一種で、全身に受容体が存在し多くの細胞の働きを調整しているっていうことも分かってきています。ビタミン D の不足者は日本人のなんと約8割に達し、成人から高齢者までの全年代で不足状態にあるんです。近年では軽度の不足でも骨折リスクを高めるというデータもあり、アクティブに活動できる筋肉と骨を維持するためにビタミン D は欠かせない栄養素であることが分かってきています。またビタミン D の抗老化効果の中でも、新型コロナの流行を受けて特に話題になっているのが免疫への働きなんです。ビタミン D を受け取る受容体が多くの免疫細胞に存在することから、免疫機能の維持にビタミン D が重要な役割を果たすと考えられています。さらにビタミン D には日本人の国民病の一つである2型糖尿病の発症リスクを抑える働きもあるんです。素晴らしいですよね。日本人はそもそも白人、黒人に比べて血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌能が低いと言われています。つまり糖尿病リスクが高い民族なんですね。だからこそこのビタミン D を欠乏させないこと、これが非常に大切になってきます。と、様々なね、素晴らしい効果があるビタミン D なんですが、その摂取に十分な努力と注意を払っている日本人はあまり多くはないですよね。意識してビタミン D を多く摂るようにしましょう。取り方なのですが、ビタミン D は魚に多く含まれており、また日光を浴びることによっても体内で生成されるために、日頃から意識して魚を食べ日光を浴びるようにしてください。
特に日光に関しては地域や季節などで生成量は異なるんですが、日本でも日差しが強い季節などは比較的短時間、だいたい20分から30分の日光浴で目安量を超えるビタミン D を作ることができるので、サプリメントが苦手だよという方はぜひ積極的に日光浴を行ってみてください。ただし紫外線による肌ダメージによっても老化してしまう可能性があるために、やりすぎは注意だということを覚えておいてください。サプリメントで摂取する場合は1日あたり 400IU から 1000IU を目安に摂取してみてください。これも摂取しすぎには注意が必要です。ビタミン D は脂溶性であるために、体内で使われなかった分が速やかに尿として排泄されるビタミン C などの水溶性ビタミンとは異なり、15日間ほど体内で留まってしまうからなんですね。過剰摂取によって高カルシウム結晶なども心配されるところではあるんですが、本書では健康的な人では腎臓で体に必要な分だけが活性化ビタミン D に変換されるように、体内で厳密に調整されており、薬剤として使われる活性化ビタミン D ではなく食品やサプリメントから取る限りは過剰摂取の心配は不要と考えていいとされています。しかしだからといって時々に大量摂取するよりも、日々こまめに取る方が血中ビタミン D 濃度が維持され、その働きが発揮されやすいことが分かっているので、まとめて取るよりもこまめに取る、この意識を持った方がいいでしょう。老化防止策3つ目が全粒穀物の摂取です。糖質制限をしている人には馴染みのある全粒穀物かもしれませんが、知らない方のために説明しておきましょう。簡単に言うと、外皮や胚芽などを取り除かずに残した粒または粉で食される穀物のことを全粒穀物と言います。全粒穀物は米であれば玄米だったり、発芽玄米、キビ、アワ、ヒエなどが当たります。パン食であれば全粒粉パンやブランパン、ライ麦パンなどがあります。シリアルでは、ふすまを主体としたオールブラン、玄米シリアル、オーツ麦を材料にしたものなど、流行も相まって様々なものが売られています。主食に全粒穀物を加えるメリットの第一に挙げることができるのが、食物繊維の摂取量を飛躍的に高めることができるということなんです。最近私は腸内細菌関連の本にハマって読んでいるんですが、そこで繰り返し強調されているのは、こういった全粒穀物からの食物繊維の摂取の重要性なんですね。特に糖質制限を行っている方は白米すら食べないので、この食物繊維の摂取量というのは不足しがちになっているんです。確かに糖質を過剰に摂ると血糖値が急上昇し、糖を処理するために膵臓から分泌されるインスリンの作用によって余った糖が脂肪として溜め込まれ、肥満につながってしまいます。また糖質の摂りすぎは老化にも拍車をかけることが知られています。高血糖によって血液中に増えた糖が皮膚や血管などの臓器のタンパク質と結びつき、老化物質であるエージスを生成する糖化という現象が起こるのがその原因です。しかしそれは砂糖を多く含むお菓子だったり、清涼飲料水の過剰摂取と主食である白米や白パンなどの食べ方に問題があるとされています。主食自体は水溶性食物繊維を多く含む野菜や納豆、海藻などのおかずと一緒に食べることによって血糖値の急上昇を抑えることができるんです。安易に主食の摂取量を減らしてしまうと、日本人が直面している食物繊維不足に拍車がかかる上に、穀物由来のデンプンや食物繊維を腸で待ち構え、健康長寿に大事な大切な役割を果たす腸内細菌の餌の枯渇にもつながってしまうんです。糖は吸収されれば血糖値を上げてしまうんですが、食物繊維などに絡まって吸収されずに腸に向かえば、乳酸菌やビフィズス菌といった有用菌の絶好の餌になることも忘れてはならないでしょう。この食物繊維不足っていうのは、健康寿命を縮める食事因子第1位とされているくらいに大切なものなんです。ぜひ食物繊維をしっかりと摂れる食事を考えていただきたいと思います。摂取量に関しては、1日あたり食物繊維摂取量が25から 29g の時に脂肪や疾患リスク低下率が最も大きいとされています。食物繊維は野菜の中にもほんの数パーセントしか含まれていないために、効率的に摂取するためには全粒穀物を利用するのが効果的と言えます。食物繊維は水に溶けない不溶性の食物繊維と水に溶ける水溶性食物繊維とに区分されます。不溶性はいわゆるスポンジのような繊維質で水を吸って膨らむんです。一方水溶性は水に溶けてネバネバする粘性を持つんです。不溶性食物繊維は全粒小麦、玄米、小麦に多く含まれています。ちなみに例外はあるんですが、野菜の食物繊維もほとんどが不溶性と言われています。
この不溶性の食物繊維は便の傘を増して腸の蠕動運動を高め、スムーズなお通じを促す腸のお掃除屋さんとしての働きが知られています。一方、水溶性食物繊維は大麦、オーツ麦、ライ麦に含まれるベータグルカンが代表的な成分の一つで、このベータグルカンは食物繊維の中でも別格の機能性を発揮するんです。ベータグルカンは食事で摂ると一緒に摂った食品と混ざり合い、胃や小腸などの消化管をゆっくりと通過します。そのプロセスで満腹感を高めたり、食べ物の消化や吸収スピードを緩めて血糖値の急激な上昇を抑えたり、コレステロール値の上昇を抑える働きがあるんです。さらに大腸に到達すると腸内有用菌の絶好の餌となり、腸内発酵を促進する働きを持つんです。腸内細菌の好む餌が腸に届けられ、腸内発酵が進むと腸内細菌層の多様性も維持することができます。この多様性は様々な疾患に対する抵抗力の強さにつながると同時に、体内の炎症の抑制、ストレス緩和、睡眠の質の向上にも寄与しているんです。ベータグルカンを多く含む大麦は 100g に含まれる 12.2g の食物繊維中、なんと 6.7g が水溶性食物繊維なんです。日常的にある程度の量が食べ続けられる食品で、ここまで水溶性食物繊維を含むものはほとんど見当たりません。ぜひ積極的に大麦を摂取することを心がけましょう。さて、盛りだくさんでちょっと難しかったかもしれませんが、ここで第2章をまとめておきましょう。ポイント1、人生を幸せに感じている人はそうでない人に比べて 14% 長生きである。常に笑顔で幸せを感じて生きることが健康寿命を伸ばす。ポイント2、ビタミン D の不足者は日本人のなんと約8割に達し、成人から高齢者までの全年代で不足状態である。日光浴やサプリメントなどで不足を補う意識が大切。ポイント3、食物繊維不足は健康寿命を縮める食事因子第1位とされている。特にベータグルカンを多く含む大麦を積極的に摂取することが大切。いかがだったでしょうか。すべてをいきなり実践するのは難しいかもしれませんが、取り入れることができるところから一つずつ取り入れて健康寿命を伸ばしていきましょう。第3章、カロリー制限、断食は日本人に必要なのか。さて、第3章では本当に日本人にカロリー制限や断食は必要なのかという話をしていきたいと思います。カロリー制限や断食で長寿遺伝子のスイッチをオンにする、この話は健康系の本では何度も何度も出てくる話になります。今現在最も研究が進んでいる分野でもありますし、実際に効果が確認されている数少ない長生きをするための秘訣がカロリー制限や断食であることは疑いようもありません。本書でもカロリー制限と断食が健康長寿法として取り上げられています。しかし、ここで一つ考えておいていただきたいのは、こういったカロリー制限の多くの研究は欧米人を対象に行われた研究がほとんどだということなんです。私たち日本人がこういったカロリー制限や断食に本当に適しているのかどうか、またカロリー制限や断食を行う上で注意すべき点は何か、それをしっかりと知った上でこれらの方法を行っていくことが大切になります。まず、日本人がこういったカロリー制限や断食に本当に適しているのかどうかですが、大前提として日本人は世界的に見て痩せているんだということをしっかりと認識していただきたいと思います。皆さんは日本人の人口に対する肥満症患者の割合は何パーセントくらいだと思いますか。答えは 4.3%、 だいたい22人に1人といった割合でしょうか。これを多いと捉えるか少ないと捉えるかは人それぞれかもしれませんが、他の国を見てみましょう。例えば、肥満が多いことで有名なアメリカなんですが、アメリカの人口に対する肥満症患者の割合はなんと 36.2% もあるんです。同様にヨーロッパ諸国でも 20% 程度は肥満症患者であると言われています。また、さらに驚くべきことは、日本では BMI25 を肥満の基準としているんですが、海外では BMI30 を基準としているということなんです。このように肥満の基準が違い、さらに肥満の割合も大きく違う海外での研究で、カロリー制限が健康に効果があるよという結果が出たとしても、そのまま鵜呑みにするわけにはいかないんです。実際にどのくらいのカロリーが健康にいいのかすらチェックしないで、カロリー 30% オフが健康にいいからと聞いて、今の自分の食事から 30% 引いているという人はいませんか。
アバウトな情報をもとに自己流でカロリー制限や断食を始めてしまうと、骨密度の低下や身体活動度の低下によってむしろ不健康になってしまうということもあるんです。実際に本書で紹介されているカロリー制限の効果を探ったアメリカのカロリー試験では、もともとカロリー摂取量が1日約2500キロカロリーある人たちが食事量を約1割 11.9% 減らした結果、体重減少、炎症因子の減少が見られたということでした。こういった数値にまでしっかりと目を向けておくことが大切なんです。また死亡率が低いのは少しぽっちゃり体型であるというデータもあります。痩せすぎは死亡リスクを高めるんです。合計約35万人の日本人を対象として、平均 12.5 年にわたり追跡調査をした7つの研究をもとに BMI と死亡リスクについて調べた分析結果があります。結果は、男女とも BMI が14から 18.9 の痩せの人たちの死亡率は BMI 30以上の肥満の人よりも高かったんですね。長寿遺伝子を活性化させる NAD を合成するためにも、実は脂肪組織が欠かせないということが分かっているんです。脂肪の細胞が主に分泌する NAMPT という酵素がないと、十分な量の NAD が作られないことが明らかになっているんです。つまり、適正レベルの体脂肪がなければ、長寿遺伝子は活性化しないんです。ぜひ、自分の体重と照らし合わせて、適切な方法を無理のない範囲で取るように心がけてください。第3章をまとめておきましょう。ポイント1、日本人は世界的に見て痩せている。ポイント2、アバウトな情報をもとに自己流でカロリー制限や断食を始めてしまうと、骨密度の低下や身体活動度の低下によってむしろ不健康になってしまう。ポイント3、長寿遺伝子を活性化させる NAD を合成するためにも脂肪組織が欠かせない。ぜひこれから先、他の健康系の動画を見る際にも注意して見ていただきたいと思います。以上、いかがだったでしょうか。最近よく目にする老化防止のための知識なんですが、単に老化を防止すると一口に言っても、健康寿命が短くなるような形であるとか、今現在の健康状態に被害が出るような形で老化を防止したところで何の意味もないんです。また死ぬほど食べたいものを食べずに我慢して長生きすることに喜びを見出せない人っていうのももちろん存在します。一人一人それぞれの形で自分に合った方法を取り入れ、自分が最も満足する形で長生きができる、そんな方法を見つけていけるように、私たちも知識の面でお手伝いできたらと思います。長く生きることよりも優先すべきは、本人が幸せなのか満足できているかなんです。満足度、幸福度が高いまま長く生きる、そのためにぜひ本チャンネルで紹介している様々な知識の中から取り入れてみようかなと思えるものがあれば、日常生活に活かしていってください。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。ぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと励みになり、より一層頑張れますので、よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。それではさようなら。